こんにちは、サラです。バダです。はい、はい、今日はいろんなジャンのこと、うん、いろんな調味料のジャン、調味料のジャン、うん、韓国で代表的なジャンという、うん、ソースという調味料はまず된장、된장、간장、고추장、あと고추장をもっとあのなめらかく水っぽくした、うん、あの酸っぱくて甘いの超ごちゅじゃん、うん、あとあの味噌をもっと発酵した日本の、うん、あの納豆みたいな中国じゃん、うん、とか5種類があるんですけどね。じゃあまず醤油はみんなご存知のような日本と同じ醤油なので、うん、간장というものですよね、はい、韓国の간장って日本とちょっと味違うんですかね。あ、ほぼ同じだと思います、うん、韓国ではあの濃い醤油がまた別に売ってます。へで日本は今いろいろ生醤油とかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、韓国は本当に2つに分かれてます、うん、本当濃い醤油はスープ系で使う、うん、あと普通の醤油は普通の一般調味料的に使う。へなので大きくは2つに分かられて、うんありますね、うん、じゃあちょっと違うのはやっぱりコチュジャン。コチュジャンは唐辛子を、うん、あのちょっとペースト状にしてる、うん、あの辛いソースなんですけどね、うん、一応もうし、まあ、普通の日本でもスーパーに結構売ってると思うんですけど、はい、これもメーカーが全然あるんですけど、あのスンチャンだったり、はい、ビビゴだったり、うん、あとヘチャンデル、この三大メーカーさんが一番美味しいと思うんですけど、うん、でコチュジャンは結構使う料理が多いんですか。コチュジャンは多いんですよね。このコチュジャン私は3キロを買ったら、うんうん、もう肉料理に結構使うんですね、うんうん、辛い味の豚肉炒めだったり、うんうんうん、このコチュジャンで作られるもう一つの超コチュジャン、うん、これですね。これ水っぽくしてる、うんですけど、これはお酢と砂糖と、はい、あのコチュジャンと混ぜて、はい、あの作ってある。ああ、もうもともと混ざってるんですか。混ざってある。超コチュジャンといえば刺身。なので韓国では刺身に超コチュジャンだったり、うん、醤油わさびだったり、うん、味噌。につけたりごま油につけたりとか、うん、刺身もいろいろなソースにつけて食べるのが定番です、うん、なのでこの超고추장は刺身だったり、うん、ビビンバ混ぜるときとか、うん、この超고추장は甘酸っぱい、うん、美味しい味なんですけど、고추장は何も甘さはないんです。なので、うん、ビビンバするときお酢の味があんまり好きじゃない人は、うん、コチュジャンに砂糖だけ混ぜて、 あ、はい、あのビビンバのソースを作るんです。じゃあ砂糖は甘いから嫌だと言った人は、うん、あの水飴、オリゴ糖とかを入れるともっと滑らかになって、はいはい、もっと美味しく、うん、甘さがさっぱりしてていいと思います、はい。このようなコチュジャンはもう肉料理でも、うん、チゲ料理でも何でも似合います、うん、韓国ではほぼみんな家では3キロだったりとかよく持ってます。辛さを出したいときはコチュジャン、はいはいはい、韓国の味噌はねいろんな味があるんですよ。あっさり味噌とか、はい、あとあのいわし味噌とか、その味噌の中に、うん、あの味が入ってる。あ、こチョゲメルチ、デンジャンって、とか、うん、これはオリジナル味噌は本当にジェレシーって古い式って古い意味で伝統味噌の意味ですよね。でジェレシーデンジャンとか、でオリジナルデンジャンチゲを使う時にはこれを使うんです。サムジャンというんですね。サムジャン、これです。これは皆さんあの焼肉食べる時、あの상추に包、はい、んで食べるときにつけるソースなんです。あ、この三장ソースは된장に고추장1対1で合わせて、あの砂糖だったり水飴だったり、あとニンニクを入れて混ぜるだけなんです。
そうすると美味しい三醤が家で作られてる三醤が定番に皆さん作って食べてます。あ、じゃあ自分で混ぜて作ることもできるってことですね。これね最近出たと思います。これあんまり買って食べた記憶はないんです。私も買って食べたことないので、家でいつも作って食べてます。あ、はい、お好みの味ができるってことですよね。そうですよね。 そこにごま油入れたり、もうニンニク入れたり、野菜入れたり、まあ、でも野菜を入れたら長持ちができないんです。なので私はいつもコチュジャンとテンジャンと、あとあの水飴、はい、あとごま油だけでちょっといっぱい作っておいて、何ヶ月ずっとだしちょこちょこ出して食べてるんです。チョングクジャンというのがあるんです。これ丸い本当オリジナル味噌を作ってある、このような形、豆の塊が全部箱した塊がこのように形で売ってるんです、伝統的に作られたのはこれなんですけど、これはなんかいろんな調味料入れて味噌、チョングクジャンに調味料を入れたらテンジャンになるっていうことですか。なので納豆を発酵した状態でそのまま出してるじゃないですか、それと似てるのがチョングクジャンなんです。チョングクジャンは何に使うんですか。チョングクジャンは本当に一つしかないんです。チョングクジャンチゲ、あ、そういうのがあるんですか、で味噌チゲとチョングクジャンチゲは皆さん本当に全然違うので、ぜひ作り方はほぼ一緒にしてもいいんです。でもいろんな野菜入れて、でも食べてみるとやっぱりチョングクジャンが香ばしくて、匂いもすごいんです。もう本当に豆が自分の体に入ってる、だから味噌チゲの何倍も強力的な、あのパワーを持ってる。匂いもそうだし、ちょっとベタベタする感もあるし、なので好き嫌いがはっきり分けられます。昔私が住んでた町には、町の道路のちょっと端っこにこんなに石臼みたいのがあったんです。石で作られた、これは町の誰でも使える、もう本当に持ち手がないぐらいに、これは定番に使ったのが味噌だったんです。で味噌をあのうちだけ作るんじゃなくて、あのみんな町みんなで作るんですね、で豆を茹でて、その茹でた豆をちょっと冷まして、ここに入れて全部潰して、で形を作って、あの屋根 の、あの下に、あのこの味噌をこうやって、このようにあの屋根の下に紐をつけてこうやって乾燥させてるんで、何個か、これをチューブに入れて、大きなチューブに入れて味噌を全部入れる、であと水を入れて、もう3ヶ月か発酵させた後、水を吸って、その水が真っ黒くなるから、それを茹でて、醤油を作って、それでこれ残った味噌でこうやってみんなに分けて、あの食べたりとかしてましたね。私本当にもう昔はこんなにいいものを売ってなかったので、全部家で全部作りましたね。そうです、日本もそうですね。なので今は本当にいい時代、そうですね、住みやすい時代になってますので、料理によってね、いろんなものを使い分けて使えるようになってますよね。それでね、오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕.